トレーニングをするんだけど雨が降ってるので、屋根があるところでトレーニングしようと思って、屋根があるところを探しに行きます。今から体を鍛えるんです。寒いな。今日めちゃめちゃ寒いね。やば、寒っ。寒っ。格闘技ですね。キックボクシングです。ムエタイ。ボクシング。100回前回飛べたけど、1週間前だからね。そうだね、超寒い。何この寒さ。寒い。早く体を動かしたいね。寒っ。寒い。痛い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 。寒いよ。寒っ。いやー、寒い。あ、マジっすか。そうなんすね。いやー、風悪化しないようにしないとね。超寒い今日。いや、1ヶ月ぐらいですね。大会に出るんですよ。それで、習ってる感じです。まだ1ヶ月ぐらいしか練習してないですよ。素人です。超寒い。走って帰るよ。いや、失敗した。今日はトレーニング最悪の日だ。今日は最悪。本当に寒い。ちょっとヤバタンだね。ああ、そうなんですね。めちゃめちゃ寒いな。なんだこれ。もう3月だぞ。なんでこんな寒いんだよ。超寒い。早く移動しよう。早く体温めないとこれまずいわ。マイク音割れてる。どう？マイク音割れてない。いや、せっかく出たからやるよ。うん、伊勢丹の傘ね、そう伊勢丹でもらったやつ買い物した時、寒い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 、あー寒い、風強い、痛い痛い痛い、寒い寒いよ、寒い寒い寒い、何これ、冬じゃん、なんだこれ、今日超寒い。一応2時間ぐらいは体温めよう。大丈夫だよね。なんで俺ロッキーみたいなことやってんだろうね。あ、お金持ってくればよかったな。あったかいコーヒーとか帰り飲みたかったな。帰ってきたらお風呂入ろう。寒い寒い、痛えな、なんだこの寒さ、寒い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 、超寒い、痛え、あー寒い、あー寒い、石でね、メートを必脚すれば日もまたするし、頑張ります。よし、追い風になったからちょっと寒くなくなった。よしよし、パソコンも冷てー。50名さんいらっしゃい。あったけえ、ここあったけえ、あれだ、ビルの室外機だ、あったけえ、超あったけえ、ビルの室外機超あったけえわ。よし、もうすぐ着くよ。もうすぐ着きます。寒い辺でやろうかな。風がなければそんな寒くねえな。僕は千葉ですね。成田空港がある成田シティです。 I'm from 成田。成田です。空港とお寺がある町ですね。みんな働きに行くときは空港の貨物とかで働いてます。成田は流通のね。あ、行ったことあります？そう、成田シティです。日本語上手ですね、ブルーさんさん。もうあと1分で着きます。てかもう目の前ですね。とんでもない。やばいかも。のんたん寝たのかな。コメントないね。じゃあ出席確認取ります。手挙げてください。おるか。はい、のんたんいらっしゃい。のんたんいらっしゃい。のり太郎さんこんにちは。こんばんは。真っ黒？何が？何が真っ黒？おい、ルルさんいらっしゃい。向こう側でやろうかな。そうだね、向こう側でやろうか。こっちホームレスいるから、寝てるから、起こしたらまずいからさ。向こう側行けます。迷惑にならないように向こう行こう。この辺でやろうか。よし、場所は OK だね。ここでやります。ちょっと寒いけどしょうがないね。はい、お待たせ。みんな電波ある？大丈夫かな。電波 OK。ちょっと引っ掛けらんないか。ちょっと不安定だな。電波 OK だったら手挙げて。問題ない。ここでおい、オッケー。映像もぬるぬる。そうそうそう。ストレッチ、うん、やるよ。コンビ運動するか。寒いっすね。寒いっすね。不安な風も大丈夫。風はここないよ。大丈夫。ああ、喘息ちょっと治りかけ。 縄跳びの長さってどこでさ合わせればいいか誰か検索してくんね。縄跳びの長さってどうやってやればいいの？どこが正しいんだろう。縄跳びの長さ、いや俺検索するわ。ここでちょうどいい長さか。のりこアットマークかずみちおじさん腰ぐらいだっけ？腰ぐらいじゃなくてね、肘を90度に曲げたときにまっすぐだって。ちょっと短かったわ。 腹出てるかな。そうかな。だいぶ引っ込んだけどね。 そうだね、飛びやすいね。3分3ラウンド測っていこうか。おはよう、いらっしゃい。久しぶり。久しぶりやや。元気？元気してた？あといっぱいやんないとね。なんか俺撮影、あ、本当に？オッケーオッケー。会おうざ。LINE 連絡ちょうだい。LINE に連絡ちょうだい。うん。あ、いや、俺 LINE 変わったから、プロフィール欄に LINE で URL あるから、よろしく。なるこさん、ありがとう。頑張るよ。みんな応援よろしく。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。ふう。ちょっと体重いね、今日ね。ちょっと体重いわ。肺なんとかなりそうだね。なんとか回復しそうですね。91名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。ありがとうございます、来てくれて。ここ都庁のね、道路の通行路かな、そう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 。原因さん、いつかサイズにしか見えない。夜中だからね、ここは公務員しかいないから、これ夜中だから誰もいない。もしよかったらフォローしていってください。6月10日に戦うんで応援よろしくお願いします。初見さんも楽しんでいってください。こんばんは皆さん。スケート来る？負けたくないだけだよ。負けたくないだけ。負けたくないだけですよ。あとはね、リスナーさんに喜んでもらいたいからね、うん、弱っちいやつが勝った方が面白いでしょ、戦いは。ねえ、弱いやつが勝つとこ見たいでしょ。頑張れよ。みんなのために頑張るよ。応援よろしくです。オフストロームさん負けてほしくない？勝つよ。勝つに決まってんじゃん。任せて、勝つよ。大丈夫だよ。みんなで勝とうぜ。あやめさんこんばんは。チルダこっそり見てます。みんなでだから。おいあやめちゃんこんばんは。ありがとうコメント。嬉しいよ。ありがとね。コメントありがとう。おやすみ。おやすみちゃん、おはよう。今どれくらい経ったんだ。今何時間経った？放送始まって1時間ぐらいか。もうちょいやろうね。1時間ぐらい経ったね。寒いね。レットがもうちょっとで2時間か。時間じゃない。って何の成果も上がらない練習、心肺機能が少し向上するくらい。なんだろうね、なんかすごいコメントあるね。なんかヤツがすごいな今日。 寒い。ウィンター参加で W。はい、みんな応援してくれてありがとうね。お疲れ。2時間のトレーニング終わりにします。たくさん見てくれて応援ありがとうございます。付き合ってくれてありがとう。いつも応援してくれてみんなありがとうね。ピース。練習終わって今から家に帰ります。いや、いい汗かいた。おお、ゆうすけさんいらっしゃい。いつもありがとう。ゆうすけさんいらっしゃい。 今日雨降ったんでね、ちょっと屋根のあるところで練習してました。お疲れっす。お疲れ。タバコ吸おう。よいしょ。タバコ吸いに行きましょう。いやー疲れた。いい運動になりましたね。 久々1週間ぶりのトレーニングだったんで体がなかなか動かなかったですが、徐々に徐々に心肺機能を上げて筋力を上げていきたいと思います。頑張ります。ありがとうね。タバコ吸わないで家帰ってタバコ吸うか。そうしよう。疲れた。弁当食おうかな、帰ったら。弁当食べましょうか。とんかつのさっき買ってきたやつがあるんで、トレーニングの後はね、ご飯めちゃめちゃ美味しいんで、飯食いましょう。運動後の30分が一番、吸収率がいいんで。タバコ一服したいけどね、なかなかいい感じに仕上がってきてますね。 テルジャンピンに勝てると思います。間違いなく勝ちで決まりですね、このままいったら。寒い。みんな寒いから風邪ひかないように気をつけてください。東京めちゃめちゃ寒いですよ。めちゃめちゃ寒い。7度だっけ、最高気温7度とかでしょ今日。 めちゃめちゃ寒いよ。に。雨やまないかな、明日。仕事までにやんでくれるといいんだけどな。でも肺の調子もだいぶ戻ってきたから、なんとか明日には治ってると思うんだよね。いけそうな気がしてきたわ。まだ完全復活とはでは言わないけど、なんとか呼吸もゼーハゼーハ言わないようになってきたんで、なんとかなるかなと思いますね。まあ大体ね、飯食って寝て運動してれば大体のこと治るからね。大体の原因運動不足だからさ、なんとかなるでしょ。練習後の一服が一番幸せですね。いい運動になった。いいんだよいいんだよ。練習って自己満でやってるんだからさ、勝った方が強いんだよ。別に練習しなくたって強い人なんかいくらでもいるんだからさ。俺は弱いから練習してるんだよ。別にどう思うが人の勝手だからさ、いいよいいよ。勝ったやつが正義なんだから。俺は応援してくれる人を大事にしたいと思ってるから、こんなさ、弱っちい俺をさ、頑張れっつって応援してくれるたくさんのリスナーさんがいるから、その人たちのために勝ちたいんだよね。別に生放送なんだからさ、どう思うが勝手じゃん。ああでもない、こうでもないっていうのが生放送の醍醐味でしょ。俺は自分の応援してくれてる人たちを大事にするからそれでいいよ。頑張るよ。りっくんありがとう。頑張るよ。かまけんさんありがとう。頑張るよ。ありがとう。試合当日勝つんでよろしくお願いします。石黒さん、アイテムありがとうございます。うん、頑張ります。応援ありがとう。応援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。みんなありがとうね。みんなの期待に応えられ、応援してくれてるみんなの期待に応えられるように頑張ります。ありがとうございます。応援してくれる人はフォローよろしくお願いします。6月10日までぜひ見守ってください。よろしくです。お、こんばんは。うん、風に気をつけるよ。ありがとう。こんばんは。いつもありがとうな、皆さん。お疲れ。夜遅いね。寝れなかった？寒い。早く帰って温まりたいな。寒いね。体冷えちゃうよ。せっかく温まったのに。あ、ミラさん、いえいえ、とんでもないですよ。自分、才能あるわけでもないし、器用なわけでもないんで。やることやんないと勝てないだけですよ、ミラさん。寝るタイミング見失った。明日仕事じゃないの？今日大丈夫？寝れるまでもしよかったら付き合って。寒いからね、なかなか寝つけないよね。お家に帰ろう。体が冷えちゃう。寒いね。風が強い、本当に今日は。何なんだろう。なかなか暖かくなんないよね。東京の暖かい時間短いからね。四国とか住みやすいんだけど、沖縄とか。東京は寒いよ。暖かくなったり冷たくなったりのこの気温の変化がすごいね。試合終わったらトレーニングはやめるよ。あくまでその試合のための、ね、成果を出したいから、トレーニングをやってるわけで。俺はファイターではないからさ、あくまでプロ配信者だから、配信に専念します。選手としては引退します。今回の試合を機に。ファイターとしての和道はこれで最後です。ハートプレゼントありがとう、ナマズさん。ハートプレゼントありがとう。ただいまー。ご飯食べましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。